されたこの一本の VTR。あの辺りに集中したということが言われておりますし、それもあの数値計算等で実証されておりますんで思っております。またあの途中からですね、今度は川を上った水が逆流するような現象を見ます、はい、これはいかがでしょうか。そうですね、これあの写真見せてもらいますと、逆流して海に戻るときにすでにあの河口近くで松か黒松か何か分かりませんけども、それがあの水没してますけども、それが、沖の方に倒れて流されていく、そういう写真も写ってますけれども、まあこれは押しの時は持って戻り、逆流の時に持たなくて、流れたという形になっております。秋田県沿岸を考えた場合ですね、沿岸に住んでいる方は津波だけと思うかもしれませんけれど、場合によっては地震で川が塞がれて天然ダムができて、それが決壊してというふうなことですね。ですから津波は到達にだろう。えっ、大きさ大きさって言ったでしょ。港にいれば、うん、やられるために大きさって言ったんだよ。津波はそれもこんなに早く10年前にやったって、10年前10分か20分に来れば、まあ何が経つね。まあ何でや。